はい、ハンガジョですね、標高458メートルですか。ここがお城としては最頂梁部ですね。山で言ったら山頂というところなんですが、ちょっと祠がありますんで、でここがね、下に見えてるのが櫓なんで、これ一番高いところじゃないんでね、ちょっと見間違うんで、こっちから行っちゃっても大丈夫です。だいぶね、建物は老朽化していますけど、まあね、お社がありますね。ここはどうだったかな、ちょっと写真見ないと、写真だけじゃわかんないですけどね、一応文化財に指定されてますから、立派なものですね。下にお城と同じ形で石が組まれてますね。はい、芳賀城の頂梁部の